今日はですね、フォアハンドプレイヤー向けのパターン練習ですね。球出しであるパターン練習っていうのを、でね、今日はね、それのね、練習メニューの、解説をしていきたいと思います。で、無料の、方では、じゃあパターン練習って何っていう話をしていきたいと思います。パターン練習っていうのがそもそも、どういうことっていう人のために、無料の方で説明して、じゃあ具体的にどんな練習メニューでやったらいいのっていうのをね、解説していきたいと思います。でですね、まずパターン練習っていうのは、パターンですね。こういうパターンを想定して練習しましょうっていうことです。こう試合では、まあ、いろんなね、状況があるんですが、そのパターン、ここの切り取って、ここの部分だけ練習しましょう。こう試合では、まあ、いろんなね、ことがあって、こう、あったとしたら、この中の一部を切り取るみたいな感じです。でこの一部を練習しましょうっていうことですね。で、そのパターン練習で、どんな、パターンを練習してるのっていうことなんですけど、フォアハンドが得意な人は、じゃあ、例えば僕の場合だったら、回り込みフォアハンドが得意なんですけど、だから回り込みフォアハンドですね。この回り込みに持っていくために、どういうパターンを練習したらいいのかっていうのをやってるんですよ。いろんなパターンを。やってるんですね。この回り込みに持っていくためにどんな手段があるかですね。いろんな手段があるわけですよ。その手段を組み合わせて練習しましょうという感じです。でそれをまず最初に球出し練習じゃないですか。球出し練習、球出し練習でやって、まず簡単にします。はい。でそうじゃないと何回も練習できないんで、反復練習したいんで、例えばじゃあ試合の中だけで練習しようという風になっちゃうと、それだけだと何回も何回もできないんですよ。だから球出し練習でそこの部分だけを何回もやるっていうことなんですね。はい。っていう感じで、じゃあどういう練習をしていけばいいのっていうことについて詳しく話していきたいと思います。まあこれからはね、メンバーシップに切り替えてやるんですけど、僕はねフォアハンドが得意なんですけど、そのフォアハンドの回り込みに持っていくためにはどういうショットをどういう風に打たなきゃいけないのかっていうのが大事ですよね。だからそれをいろんなパターン、たくさんのパターンを、なんていうんだろう、練習メニューとしてこう考えてきました。いつもやってるやつをこうこんな感じで意識して練習してますっていうのを今日考えてきたんで、それをやりたいと思います。でなんでこの練習をやっていけば、じゃあ試合でその相手によっても変えれるんですよ。例えばフォアハンドが得意な相手とかバックハンドが得意な相手に対してどうやって自分のパターンにはめていこうかっていうのができるようになったりとか、あ、このパターンは自分の得意パターンだから、いろんなね方法があれば有利ですから、引き出しの多さみたいな感じです。その引き出しを練習するっていう感じですね。はい。でこのパターン練習をちゃんとやっていけば、自分がどこを練習しなきゃいけないのかっていうのが分かるんですよ。だから例えばですけど、じゃあ回り込みフォアハンドが、まあ、武器だとしましょう。武器で、これに持っていくためには、例えばじゃあバックのクロスが必要ですと、バックのクロス打って相手のバックをこう追い込んで安全にクロスに返してきたのをこうやって回り込むみたいな感じで、あったとしましょう。その時にここのバックのクロスがちゃんと入んなかったら回り込みに持っていくのって難しいですよね。ここのバックで甘くなっちゃったら、そもそもこっちでディフェンスしなきゃいけないっていう状況になるんで、それだとダメですよね。だから、あ、じゃあバックのクロスの練習しなきゃっていうのがまず一個見えるわけですよ。っていう感じで、パターン練習を、やることによって、自分の練習しなきゃいけないことが明確になるんですよ。だから、このパターン練習っていうのはめちゃくちゃ大事なんですね。で、この先をね、じゃあこの、自分のそのフォアハンドプレイヤー向けなんで、回り込みに持っていくための、そのパターン練習っていうのを解説していきたいと思います。ではね、ここからはメンバーシップに切り替えていきたいと思います。無料の方は、続き見たい方はね、僕のチャンネルページの、URL のとこですねに、メンバーシップに入る URL あるんで、そこからね飛んでください。ということで、ぜひね続き気になる方はメンバーシップ登録よろしくお願いします。ということで、無料の方はありがとうございました。また次のライブでお会いしましょう。バイバイ。